こんばんはスピリチュアル研究家の楓ですまず皆さんに紹介したいのが真実の愛の特徴です真実の愛と聞くと純愛のようなイメージを持つと思いますがツインレイの2人にとっての真実の愛はただの純愛だけではないことが多いのですいくつかの特徴があるためここから紹介していきますね 真実の愛の特徴を知っておくことで今後ツインレイと出会った時の参考になるはず彼氏と彼女などの形式に縛られないさまざまな形の愛があるツインレイの2人にとっての真実の愛にはさまざまな形があると言われています真実の愛というと2人は愛し合い結婚すると想像する方も多いと思うのですがそれだけではありません 時に、彼氏と彼女夫婦といった形を取らずに仕事場の仲間としてとか仲の良い友達としてといった形をとることがあるのです結婚などといった枠組みにとらわれなくてもツインレイの2人の間に真実の愛があれば魂の統合はできるんですよこれがツインレイの2人の愛の特徴といえます見返りを求めずに 愛情を注ぐことができる。ツインレイの2人は互いに見返りを求めない愛情を注ぐことができますまたツインレイの相手だけではなく周りの全ての人に無償の愛を注ぐことができるのも特徴的どれだけ好きな相手であっても時に人間なら見返りを求める行動をしてしまうこともあると思うのですが。 ツイインレイの2人ははそうではありません。自分の幸せよりも他人の幸せを願えることが特徴の一つでもあり見返りを求めずに生きることができるのですだからこそ2人の間には真実の愛が生まれます相手のことを思うだけで幸せになり心が愛で満たされるツインレイの2人は同じ魂を持っていて 心が通じ合っていることが特徴的ですだからこそ相手のことを思うだけで幸せになります例えば物理的に距離が離れていてなかなか会えないような状況であっても心が通じ合っているからこそ相手のことを思うだけで幸せになれるのでいつも心が愛で満たされているんです会えない状況が続いてしまうと なかなか心が満たされることってないと思うのですがツインレイの二人の間には真実の愛が生まれているため相手のことを思うだけで十分な愛が生まれます先ほどツインレイの二人にとって真実の愛とは何かということを紹介してきましたツインレイの二人にとっての真実の愛は形式にとらわれない愛で恋人や夫婦といったつながりよりも 強いつながりがあることが分かったのではないでしょうかもしあなたがツインレイと出会うと真実の愛を感じたいと思うはず実はツインレイの間に真実の愛が生まれるのは簡単なことではありません時にたどり着かないなんてこともあるのですここからは真実の愛にたどり着くためにしてはいけないことを紹介していきます ぜひ参考にしてください。優しくしてあげるからもっと愛して、など、愛に見返りを求める。先ほど、ツインレイの間には、見返りを求めない愛情が生まれるといった話をしました。これって、簡単なことではありませんよね。人間誰しも、見返りを少しは求めながら生きてしまうものです。例えば恋人に対しても これだけ優しくしてあげるんだからもっと愛して。などといったことを感じてしまうこともあるはず。ですがツインレイとして真実の愛にたどり着くためには愛に見返りを求めてはいけないのです。愛情に見返りを求めてしまうと真実の愛にはたどり着かないことを覚えておきましょう。ツインレイと絶対に結婚したいと結婚に執着する。 ツインレイと絶対に結婚したいと感じている人は真実の愛にたどり着けません先ほども少し話しましたがツインレイの2人にとっての真実の愛にはあまり形式や枠は関係ないと言われていますだからこそ絶対に結婚したいと結婚に執着してしまうと愛結婚という形式に縛られてしまうため二人の間には 真実のの愛が生まれないのですツインレイとの間に真実の愛が生まれてほしいと考えているのであれば相手の幸せを願えるようになることや結婚という枠に執着しないことがまず大事だということを覚えておきましょう毎日連絡して週に1回は会ってなど決まり事を作るツインレイの真実の愛が生まれるためには 毎日連絡してとか週に1回は会ってねなどといった決まりことを作ってはいけません要望を伝えてしまうような関係では自分の希望を相手に押し付けているだけになってしまうのでツインレイの真実の愛とは呼べません真実の愛を目指すのであれば決まりことは作らない自然な関係を目指していきましょう ツインレイと出会っている方はツインレイの真実の愛を目指したいと考えているのではないでしょうか自分の中に出来上がっている愛の価値観を一度壊すツインレイの真実の愛・結婚や恋人同士になることではありません。と言っても好きな人ができるとやっぱりお付き合いしたいとか結婚を目指したいと考えるのは当たり前のことかも。 ですがツインレイの真実の愛を目指す場合はそういった枠組みにとらわれることをまずは捨てる必要がありますこういったものも思い込みの一つであるためできるだけ早くに手放してしまうことが大事ですよ自分の中にある愛の価値観は一度壊してゼロにしてしまいましょう相手に執着する気持ちを捨てて自分と向き合う ツインレイの二人の間に真実の愛が生まれるためには互いに執着をする気持ちを捨てることと言われていますツインレイの相手と一緒にいると居心地がいいことや落ち着く雰囲気からずっと一緒にいたいと感じることもあるはずですが時に物理的に離れないといけないことだってあるかもしれませんそういった時に一緒にいたいと 執着の心を持つのではなく相手の幸せを第一に考え自分の心と向き合い成長することが大事ですこの動画ではツインレイの真実の愛について詳しく説明をしてきました真実の愛と聞くと結婚や恋人関係といった枠組みの中で捉えることが多くなると思うのですがツインレイの二人にとっては そんなな形式は関係ないのです。まず出会えたことに感謝をし見返りのない愛情を持てるからこそツインレイの真実の愛が生まれることが分かったのではないでしょうかもし今後ツインレイに出会えたのであれば真実の愛にたどり着けるといいですね。そしてこの動画が真実の愛にたどり着くお役に少しでも立てると光栄です。 以上、いかかがでしたでししたょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。